Estoy en el shrine de. Se llama. Kiwasa Yujimoto Mikochi Mitama 入りの神事があって、だからお盆と、まあ、御幣、そういうことはもう御霊入ってますよ。ここにまみれは金子も古い古そうね、金子。で、漢字はと七塔とクーラー、なん、チシクーラー、七クーラー、七クーラー、稲荷神社。これ上野池のちょっと横にある神社である。これは千田がさてと、ご本社と言われます。すごく綺麗な見事。五度やりません。白湾の前に、コマフラ。七倉稲荷様。今度、根津神社の例大祭と重なるから、ちょっとこの辺に神輿、貝神輿すごいいっぱい出る。文京区だと今月一番神輿出る日かもしれない。これと吉家と神輿リーダーですが、みんなことならなって理解しで、また今度日曜日ちょっと天気が悪そうだけど、ちょっと見に行く。みこちくら、これはとちめなわ、あとそのちめシーデというこれガサリのスリングスペーパー、これシーデというちょっと古い、これはこのシーデ3種類ぐらい、4種類見たことあると、カスワ流、ヨチダ流もあります。みこしの御幣は、御幣かおんべ、おぬうさも言うかもしれない。これ神様いますよと、そこ神様に、まあ、現れる。これ石柱、これすごく古いよ。この稲荷神社のこの境内にいる。で、狛犬、これ守る。ただ稲荷神社なのに、この狐目当たらないね。これ狛犬、これライオン looking like duck。 これと神社守る。今あと拝殿前、綺麗ね。この神社初めて、何回もこの辺に歩いてたのに全然気がつかなかった。で、ここ神社入ってすぐ左に鳥居ね、鳥居くぐって参道入ってすぐ左に、なんだっけ、天水やね、ここは
今ちょっとお水流れてないけど、なんだろう。グレープソーダお水出て、あたら蓄積だ気がする。この部分を見ると新しく作ったわけ、あんまり使ってないかもしれない。これから、まあ下からあれだし最低ですから。で、水はもう綺麗だよ。あとすごく境内に写真並べて、素晴らしいな例大祭を迎え ご準備でございます。あそこの拝殿のそこの、まあ、カマラの左側はそこに奥の方 ご本社いいよいいよコングご本社みこち、日本といえばみこち、やっぱりきょうは結構静かな雰囲気の中で、今日朝10時、みこち御霊入れという神事が行って、あちらさてまでまあみこちちょっと暗、多分あちらぐらい暗から立ちで、この拝殿前に置いて、あそこでかすぎ棒、みこちの上とかすぎ棒をつけて、もう準備完了ということで。さっき言った通り、あちらあさてもこの辺へと根津神社という、結構関東地方多分古い神社、その5つの中数えられるかもしれない。もちろん頭一番古いは長野県にある諏訪大社、まあ祭りで言えば御柱と、あともう御祭という、その後多分奥に玉神社もすごく古い、と根津神社、亀戸天神古い、鳥越神社いっぱいあるですよ。こちら、すいません、この神社のお名前なんと読む、七とあと蔵ですか。この神社の名前はね、はい、七倉稲荷神社。七倉。倉。あ、倉。あ、いやいや、終わりました。ありがとうございます。あそこに書いてある、わかる？古い。そう、ベースベースわかるんだけど、でも、七倉は七、七七七と思った。そう、七じゃない。そう、七倉。もう違う。七倉、どうもありがとうございました。はい。だから、この一枚だと、七倉稲荷神社、例大祭、と、9月の20日、土曜日、21日、日曜日、ご本社同様。行い、またぜひ時間があったら日本のみこしを見にいただけないでしょうか。